お、なんか上出てきてますね。お、こんな感じでしょうかね。どうも、こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ググ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 グ皆様、夜中のですね、11時ですよ。11時にクワカブの動画を撮ろうとしてるという、なんというか夜行性。いやいや、これ終わったら寝ますので、はい、まあまあ日々ちょっとずつ作業しないとね、追っつかないっていう部分があるんですよね。ということで今日も作業していきましょう。今日はなんと掘り出しを行います。やった。ね、2種類掘り出します。1種類目はこれですね。はい、こちら、これはスマトラ大平田クワガタのメスたちでございます。なんか早めに全部羽化しちゃいましたね。はい、オスは全然まだまだ幼虫なんですけど、まあメスはね、オスよりも半年以上早く羽化するという、まあそんなところですね。スマトラくん、うまいこといかないですよ。まあでも長生きなんでね、まあ少々の羽化ずれは関係ないかなというところでございます。はい、8月上旬、すべて8月上旬に羽化しております。で、このいつ掘ろうかなと思ってたんですけど、この菌糸の状態がもうね、やばいので、もう掘っておこうと。なんか病気で死にそうですね。うん、これはちょっとまあずっとこのままっていうのはまずいかなと思うんでね、まあ休眠期間中ですけど掘っていこうかなと、そんなところです。はい、ということでね、浮かずれしまくっておりますスマトラ大平田クワガタ、5頭とりあえずはメスちゃん掘り出していきたいなと思います。次の週行きましょう。今日メインで掘り出す子はこの子たちですね。登場してもらいます。どうぞ。こちら、ついに浮かしております。これは虹色クワガタですね。こちらは一応8月下旬ということになってます。気がついたら浮かしてたんでね、虹色そういう子が多くてですね、正確な日付わからなかったで、まあ、とりあえず8月下とか、そんな風に書いてるんですよね。こちらは9月上旬です。まあ、10月入ってますしね、大丈夫でしょう。うん。ということで、オス2頭ですね。虹色クワガタの方はオス2頭を掘り出していきます。では今日も頑張って、行きましょう。まあちょっともうね、僕も眠たくなってきているので、テキパキとやっていきたいなと思います。まずはスマトラくんからですね。スマコちゃんですかね。いきます。はっ、あははは、ひどい。無事に浮かしてくれてると思うんですが、はい、うわ、でっかい。やっぱスマトラだわ。めちゃくちゃ暴れてるね。はい、かなり大きいです。やっぱスマトラですね。おお、でかいです。いやー、まあ、でもこれね、血統の大きはこれよりでかくなるからね。はい。これぐらいの大きさ。うわわ、元気元気。ああ。まあ、元気ですよね。もうだいぶあんな感じになってましたんで。こりゃでかいですね。スマトラ子。スマトラ子。はい。一匹目こんな感じですね。二匹目いきます。もうこんな感じでもう、ね、べっちょべちょしてるんで、さっさと出しちゃいましょう。はい、いきます。うわ、すごい。いました。うわ、でっか。綺麗に浮かしてくれてますね。元気そうな感じでございます。はい、スマトラちゃん、スマコちゃん。ああ、いいですね。はい、二頭目こんな感じ。かなりこの子も元気ですね。ああ、こんな子生まれてきました。うわあ、すごいこれ。迫力が半端ね。三頭目でございます。もうこんな感じで、うん、気持ち悪いことになってるんで。救出救出。あ、これもすごい。よっ、ああ、でかいな。はい、まあ、スマトラちゃんはですね、ほんと、安心して見てられるというかね、浮かす空前なんかもほとんどない感じなんで、はい、今まで見たことないんで、ちょっと気持ち的には安心ですね。
はい、このような子が出てきました。あ、これもまあまあの大きさ、いいんじゃないでしょうか。4頭目でございます。おほー、出た。これもすごいな。でかいですね。かなりの大きさでございます。はい、スマトラスマコちゃん、アチさんやっぱりでかいっすね。ああ、子供にも期待できるんじゃないかなと思います。あ、待て待て、スマトララストです。みんな元気に動かしてくれて嬉しい。さあ行きましょう。出ました。いいですね。最後の子だけちょっと他の子たちに比べたら小ぶりかなと思いますが、まあそれでもまあこれだけ立派な子なんでね、いいですね、スマトラ。はい、ということでね、スマトラのメスはまだなんとか羽化します。そしてオスも同じぐらい羽化してくるんでね。ただオスは全部幼虫です、まだね。はい、完全に羽化ずれでございます。おほほほ、元気元気。はい、ということでスマトラちゃんの掘り出しでした。さあ、今日のメインイベント、メインディッシュじゃねえよな、メインイベント、虹色クワガタオスちゃんの掘り出しでございます。この子は、最終体重 20.4 確認しております。まあまあのサイズなんじゃないですかね。はい、まあうちの子、シコンっていうか、まあ紫っぽい色なんですけど、まあ、あんまり大きくないんですよね、紫。まあでもそういう中でもそこそこの大きさで出てきてくれるんじゃないかなと思っております。では行きましょう。はっ、ん？お、なんか上出てきてますね。はい、あれ？思ったより大きくないぞ。うん、顎がなんか思ったより大顎じゃないですね。でもオスには違いないですね。あら、まあいいか、ちょっと掘ってみよう。どんな感じだろう。様子は下の方にあったはずなんですけどね。まあ、出てきてるってことでしょう。出てきてますね。ちょっと活動早くないか？出ました。あら。そうっすね。オスですね。うちの子の割にはなんか、うちこんな子いないんですけど、こんな感じ。色的にはまあうちの子なんですよね。あれ、顎がこんな感じか。ちょっと予想外だな。はい、20g 超えてきてるんでね、顎もそれなりに立派かなと思ったんですが、こんな感じの顎で羽化してます。ちょっと変わった形してますね、顎。なんだろうこれ。はい、とてもなんか不思議な形の顎になっちゃった感じですね。はい、こんな子が出てきました。顎が短いですね。はい、でもまあオスで間違いないです。うん、まあそうですね、一応40頭ぐらいは出てくる、飼育してるので、まあ次々ですね、羽化してる子、うん、一応大きい子最後手元に残してね、あとはまあヤフオク等で出品していこうと思ってるのでね。はい、この子をちょっと出品してみようかなと思います。よかったらもらっていただけないかなというところですね。はい、どうでしょうか。はい、まあね、全然元気に羽化してますんで、色も綺麗ですしね、いいんじゃないかなと思いますが、よろしくどうぞでございます。よく見たらここ洋室ですね。はい、ここは洋室のようです。下に洋室作ってると思ったんですけど、上に作ってた感じでしょう。はい、まあ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 、うん。割とこうね、丈夫そうな子が出てきてよかったなと思います。では本日最後の子を掘り出しましょう。この子は9月上旬に羽化確認しております。はい。これ瓶底の洋室ですね。ここに洋室あるんで。だいたい虹色はね、申し合わせたように瓶底に洋室作るんですけど、あの子はなんか上の方に作ってたという、ちょっと変わり種かな？うん。
さあ、この子の顎はどうでしょうか。お、割と立派なんじゃないですか。はい、綺麗に浮かしてくれてる感じですね。割と立派な子が出てきたと思う。はい、顎も、こっちの子の方が立派な感じだな。あ、洋室の場所の違い？なんだろう、わかんないですけど。この子の方がなんか立派そうですね、顎はね。はい、じゃあちょっと観察してみようかな。かっこいいじゃないですか。どうですか、これ。ブラックに見えるんですけど、ブラックではなくてですね、紫っぽい色ですね。うん。でも完全なシコンっていう感じでもないんですよね。うちの子面白くて。頭の辺が少しこう、よりブラックに近い感じで、こう、背中の辺はこう紫っていうね、とても面白い感じです。はい。なかなかいいんじゃないかなと。どうすか、これ。なかなかいい子が出てきたね。はい、こんな子ね。まあ、早めに羽化したオスですね。まあ、虹色はね、もうほとんどメスが先羽化してきてっていう感じですね。うん。で、まあ、その中でこう、早めに羽化したオスを、まあ、ちょっと掘り出してみたっていう感じです。まあ、一応大きさだけ測っておきますか。さあ、立派な感じですね。はい。でもまあ、虹色はね、結構大きい子大きいんでね。まあ、その中ではまあ、そんなに大きくないかなというところなんですけど、こう顎先からお尻のこうね、羽のとこまで。はい。どう測ります。こんな感じでしょうかね。はい。この子なんですが、大きさ的には52です。うん。52の子。そうだね。まあ、60超えてきたら、まあ、すごいかなというところですね。この色の血統だったらね。うん。まあまあ、立派な子が出てきてくれました。やった！はい、お疲れ様でございます。ということで、虹色クワガタですね。こんな子が羽化してきた感じです。はい、どうでしょうか。かっこいいんじゃないですか。顎とか特にね、うん、いい感じだと思います。色も綺麗だしね、いいじゃないですか。ちょっと惚れ惚れしますね。はい、今日はねこれでお別れしたいなと思います。またよかったらねコメントで感想とお願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。